どうもこんにちは、京子です。皆さんいつも動画を見ていただきありがとうございます。今回は結果を出す人と出せない人の違い3選ということでお話ししていこうかと思います。この動画で言う結果を出すっていうのは自分の思ったことを実現するとか夢を叶える力があるっていうような意味合いで聞いていただけたらと思います。物事の結果には必ず原因があるのと同じように結果を出す人と出せない人の間にはその原点に違いがあると思います。まあそうですよね。全く同じことを考えて同じ行動をとればおそらく結果は同じようなものになるはずなんです。私もどれぐらいだったかな、3年か4年ぐらいでもうずっとアフィリエイトとかブログなどのね、こうウェブマーケティングについてこう指導している立場なんですけど、それを通してたくさんの人を見てきたんですが、やっぱり結果を出す人と出せない人には圧倒的に考え方と行動に違いがあります。結果を出せない人っていうのは結果を出している人が絶対に言わないことややらないことをやってしまっています。それは実際私も全くこううだつが上がらない時期があって、その時の自分を思い返してみるとそれに該当するなってめちゃくちゃ思うからなんですよ。何をやってもダメで、どんなに努力しても裏目に出てしまって、もう世の中全てをこう恨んでしまいそうになったこともありました。こうダメな自分を責めてしまって、もう消えてしまいたいなと思ったこともあります。ただね、こう誰でもそんな時期があっても私はいいと思うんですよね。いつでもこう絶好調で上り調子なわけではないですから、大切なのは問題に気づき認めることなのかなと思っています。やっぱり自分の弱さとかこう非を認めるのって強い人しかできないと思うんです。そこから始めるのが大事だと思いますし、スタートラインに立つということですよね。もちろんね、今回お話しすることは私の主観的なお話になるので絶対にそうだという断定的なものではありません。ただ過去の自分も含めてたくさんの人を見ていく中で、やはり思考と行動次第で結果は大きく変わると実感しています。すごく頑張っているのに結果が出ないなとか、なんで結果が出ないのかわからない、まあ、そんな風に思う方はこの動画を最後まで見ていただくことで結果を出すためのヒントを掴んでいただけると思います。それでは始めていきましょう。まず一つ目なんですけれども、結果を出す人と出せない人の間にはこの失敗に対する考え方というところに大きな違いがあります。その中でも3つに分けてお話ししていきます。まず 1-1 については、失敗を恐れない、確実を求めるということです。一つ目はこの相反する考え方です。基本的に自分の願いとか夢を叶えていく人っていうのはたくさんの失敗することを前提に動いていると思います。失敗して当然だっていうふうに思ってるんですね。一発でこう当たりを引くことを願っているんじゃなくて、全てのハズレを引き切ってでもそれでもなお当たりを取りに行くといった印象です。失敗の数をこなせばこなすほどダメなルートがそれだけわかるんで、消去法で成功への道筋も見えていくものです。それとは逆で、なかなか結果の出ない人っていうのは確実性を求めていると思います。以前何かのツイート私が物事の結果は自己責任というような趣旨の発信をしたんですね。すると、料金はもらうけど結果が出なかったら責任は取りませんよという風にしか聞こえないっていうね、コメントをもらいました。私がアフィリエイトやブログの講座を行っているんでそう言ったんでしょうね。こちらの言葉に全てが集約されていますよね。言い換えればこの言葉の裏側には、料金を支払ったら確実に成功させてくれとか、もし結果が出なかったらその責任も取ってほしい、このような思いが隠れています。冷静に考えればわかると思うんですが、これは確実に当たる宝くじみたいなものですよね。そのようなものはあるわけありません。そう言うとポジショントークだっていう風に思われるかもしれないんですけど、そうじゃなくて、世の中に 100% はないと知っている人は結果を出しやすいということです。どんなに最良だと思う道にも必ず壁はあります。大切なのは壁に遭遇せずゴールすることではなくて、いくつもの壁を越えることで自己成長することの方ですよね。そして 1-2 は改善する、悔やむです。そして壁にぶち当たった後の考え方もこのように違います。結果を出せる人は壁にぶつかった時に改善する方法を考えます。なかなか結果の出ない人は壁にぶつかった時に自分の選択肢を悔やみます。どうでしょうか？これって本質的なことを言ってしまうと、前者は未来に対する施策を行っていて、後者は変えられない過去に対して思いを馳せている状態です。変えられないものを無理に変えようと思う時に苦しみって生まれるんですね。よく言わないですか？こう過去と他人は変えられないけど、未来と自分は変えられるとかってね。それは本当にその通りでして、何かしら自分の願いを叶えたい、形にしたいと思うのであれば、壁にぶち当たった時に自分の中にある改善策を考える方が圧倒的に生産性が高いです。なんで自分はこの道を選んでしまったんだとか、やっぱりやめておけばよかった、まあ、そんなことを言っても時計の針を戻すことは絶対にできません。怒ってしまったことを変えることはできないんです。綺麗事に聞こえるかもしれないんですけど、私は反省しますが後悔はしません。反省っていうのは未来に生かすことができ生産性があると私は思うんですけど、後悔っていうのは未来に何も生み出しませんからね。次に 1-3 です。できる方法を考える、できない理由を考えるです。
失敗や困難に対する考え方としても、結果の出せる人はどうしたらできるのかっていう方法を考えます。なかなかうまくいかないことがあっても、手を変え品を変え様々な角度から工夫してみるということをしていると思います。押してダメなら引いてみるとか、右がダメなら左をやってみるとか、 A がダメなら B はこうだ、こんな感じですね。一方、なかなか結果の出ない人っていうのはできない理由を考える傾向にあると思います。お金があるからできないんだ、難しすぎてできない、時間がなくてできない、これって考え始めるとキリがなくてですね、徐々にこう自分が考えた内容に納得し始めてしまいます。人間って思ったことに行動を起こすのが苦手な生き物だと思うんですよね。なるべくだったら行動に起こしたくないわけなんですよ。そのために都合のいい正当な理由を考えてしまうのは人間の本能として不変なのかもしれません。未来のメリットより未来のリスクとか失敗の方を過大評価してしまうんですよね。ただこの考えが浮かび始めると何もできなくなってしまいます。行動する前にそれにストップをかけてしまうようなネガティブな考えが浮かんでしまう人は、考える前に行動してしまうのもいいかもしれません。以前、やる気を上げる方法の動画でもお話ししていますので、気になる方はこちらの動画も見てみてください。そして二つ目の物事の見方っていうところ行ってみたいと思います。この結果を出す人と出せない人、この両者には物事の見方とか捉え方にも圧倒的な違いがあると思います。それではまず 2-1 です。いい面を見る、悪い面を嘆くです。基本的に一つの物事っていうのは複数の面で出来上がっていますよね。メリットとデメリット、光と闇、白と黒、正義と悪みたいな感じです。つまり表裏一体ということになります。そしてどちらの面を見るのも自由なんですね。例えばブログを始めて1ヶ月のアクセスが1桁台だったとします。それを全然アクセスがない、もう終わってる、自分には才能がないんだって思うのか、始めたばかりなのに誰かが自分の記事を読んでくれてる、これは可能性がある、すごいと思うのか、おそらく2人の1年後の結果って大きく違うものになると思いませんか？どちらの面を見るのも自由なのであれば、どうせやるならいい気分で行った方が絶対に結果が出ます。物事を悪く悲観的に捉えることもできるんですが、それって考え方を変えればいい出来事に捉えることもできます。起こった事実は変わらなくても見方を変えることってできますよね。そして 2-2 です。人の成功を喜ぶ、人の成功を妬むです。私の周りにはこの2パターンのタイプが両方います。一人は私が尊敬する大先輩です。先日お仕事の発展につながるような出来事があって、その方に報告と相談を兼ねてね、お話しさせてもらったんですね。するとその話を聞いて息つく暇もなく、本当に良かった、もすごく嬉しいです、私の身に起こったハッピーな出来事に声をかけてくださいました。私はそれを聞いて、もうなんて器の大きい人なんだろうと思いましたし、私もこうなりたいと素直に思いました。人の幸せを素直に喜ぶ、これってできそうでなかなかできないことなんですよね。もし自分が不調の時であればなおさらなんです。私がこんなことを言うのはおこがましいんですが、その大先輩が全てにおいて成功するには頷けます。非常に人望も集まるでしょうし、仕事も優秀な人材もそのような人に集まるものですよね。もう一方のパターンです。人の成功を妬む、こちらのタイプはありがたいことにリアルな知り合いにはいないかもしれません。ですが思った以上にこのような考え方をする人も多いはずです。誰かの成功を羨ましいとこう思ってしまうこと自体は止められないのでしょうがないです。ただ私はいつも言っているんですが、ネガティブな感情は抱いてしまうのは仕方ないんですけど、アウトプットしたら終わりだと思います。例えば人の悪口とか誹謗中傷、批判っていうのはアウトプットした先に何があるでしょうか。それで攻撃された側が引きずり下ろされるわけではないと思うんですよね。じゃあアウトプットしたらすっきりするのか、おそらくこの恨みとか妬みの気持ちってアウトプットすればするほど倍増していくはずなんです。ではさらに考えていくと、倍増した先に得られるものは何でしょうか。アウトプットしてしまった人の苦しみにしかなりません。その苦しみは解消されないと思いますし、新しい何も生み出しません。他人の幸せを喜ぶことができなくても、自分の中にある嫉妬の気持ちを心に収めることはできます。自然に湧き出る感情は止められないと思うんですけど、考え方を変換することはできます。結果的に生産性のない物事に時間を使うぐらいであれば、そうした方が圧倒的に自分のためにもなると思うんですね。そして 2-3 番です。おかげさま、当たり前です。自分の現在をおかげさまと思う人と当たり前だって思う人がいます。基本的に世の中に当たり前というものは何もありません。例えば私が今こうしていられるのも育ててくれた両親のおかげですし、今のビジネスのことといえば、初心者だった頃からわからないことを教えてくださった先輩とか、指導する側になったことで今でも支えてくれるメンバーあってこそです。これを当たり前だと考えればこんな風になってしまいます。親なんだから子供を育てて当たり前だとか、
今のビジネスも全部自分で考えてやってきたことだから自分の実力だとか、料金を払っているんだから私をサポートするのは当たり前だとか、普通に考えてめちゃくちゃ性格の悪い人ですよね。もしこんな人が経営者だったら周りは誰も慕わないでしょうね。基本的に一人でできることに限界はあります。いろんな業界で実力のある方や結果を出せる方、特に長く結果を出し続けられる人っていうのは周りに助けられる人望を持っているように感じるんですね。それがもし俺様的な考えだったとしたら、一時的には何かできたとしてもそれが長く続くとは私は思えないんですね。そして3つ目の行動に対する姿勢というところ行ってみたいと思います。このね、行動に対する姿勢にも大きな違いがあります。まず 3-1 です。すぐやる、いつかやるです。思いを形にできる人っていうのは思考を行動に移すスピードがものすごく速いです。基本的に頭の中だけにあるものに価値ってなくて、アウトプットして初めて何らかの価値を生み出せますよね。思ってても言わなければ伝わりませんし、どんなにいいアイデアが浮かんだとしても実行しなくては存在すらわかりません。別にそれってすぐじゃなくても良くないってそう思う気持ちもよくわかります。実行する時期に関しては問題ではないんじゃないか、まあ確かにそう思うかもしれないんですけど、熱量って時間とともにこう低下していくんですね。何かしようと思ったとしても時間の経過とともに、まあやらなくてもいいかなみたいな、こうやる気の炎が沈下してしまうことの方が多いと思うんです。いろいろ考えているうちに結果的にやらなかった、こうなってしまうんでは元も子もないですよね。あくまでも私の印象なんですけど、結果を出す人は好奇心旺盛で、いいなと思ったものは片っ端から実行していくんだと思います。行動したことは成功であれ失敗であれ必ず結果となって形に残ります。失敗の積み重ねは成功への道筋を明確にしますし、行動したことで思うような結果を得られれば正解を知ることができます。人間は誰しも楽な方にこう流れたい生き物ですから、いろいろ考えてやる気の方が沈下してしまう前に、思ったことはパッとすぐに行動するように意識してみましょう。そして 3-2 です。小さなことをたくさんやる、大きなことを一つやろうとするです。こちらは目標と行動の細分化とも言えるかもしれません。以前、継続力をつける確実な方法と3つの挫折ポイントっていう動画でもお話ししたと思うんですけど、基本的に何かに挑戦して結果を出すために継続は不可欠です。ですが、最初から大きな目標を立てて大きな負荷のかかる行動を始めてしまうと長続きしないんですよね。まあ、そちらについては今回割愛するんですが、その原理について詳しく知りたい方はこちらの動画を見てみてください。例えば、アフィリエイトやブログで何かしら結果を得たいと思うのであれば、最初から月100万円稼げるようになるために大型サイトを作ろうとかじゃなくて、専門用語を理解しようとか、ウェブマーケティングの仕組みをインプットしよう、キーワードを選んでみよう、ライティングをしてみよう、装飾をしてみよう、ワードプレスを立ち上げてみよう、一件でもいいから成果を上げてみよう、こんな風に細分化して行動していくのがおすすめです。山に登り始める前は頂上がすごく遠く見えると思うんですけども、1合目2合目とこう小分けにして目標を達成していくと気づいたら頂上に登っているものです。そして最後 3-3 です。楽しむ、苦しむです。そして楽しみながら行動するのと苦しみながら頑張るのではもちろん行き着く先も変わってきます。好きこそものの上手なれって言うんですけど、いやいややるのと好きで没頭してやるのでは作業のクオリティが全然違いますよね。かたや言われたことしかやりませんし、かたや自発的にどん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 アイデアが湧いてきます。嫌いなことを無理に好きになるのは難しいと思うんですけど、その行動がどの道やらなくてはいけないことであるなら、少なからずメリットに目を向けて好きになる行動した方が有益な時間を過ごせるはずです。だっていやいややるのも同じ、楽しんでやるのも同じですからね。ただし一つの案としては、結果の出しやすいフィールドで努力を重ねるっていう選択肢もあると思います。嫌いなことを好きになるように努力するっていうのはある意味正論なんですけど、そんなに簡単ではありません。こちらの動画でもお話ししているんですけれども、人間誰しも結果の出しやすいフィールドがあると思います。気になる方は概要欄に貼っておくので見てみてください。運動が苦手な人がスポーツ選手になるための努力をするのでは苦痛でしかありません。でも運動が得意な人ならスポーツ選手になるための努力は楽しいと感じるかもしれませんよね。努力が楽しいと感じるフィールドを見つけるのも一つの手です。ということで、今回は結果を出す人と出せない人の違いを大きく分けて3つお話ししてきました。失敗に対する考え方、物事の見方、行動に対する姿勢。動画の冒頭でもお話しした通り、頭の中で考えたことと行った行動が未来や結果を作っていきます。原因と結果の法則があるように、なかなか結果が出ない、こんな状況の時に何かしらの原因があるはずです。実際に私も物事がうまくいかなかった時期には、今回お話ししたネガティブな要素にいくつかね該当していたと思います。ただそこに気づき改善したことで、全ては大
きく変わりました。今回お話ししたことを自分の行動と照らし合わせて少し考えてみてみてください。私のチャンネルではアフィリエイトやブログに始まり、個人で稼ぐ力、会社に依存しない生活の方法なんかを発信しております。これからもどんどん収益を上げていきたいとか、新しい情報をアップデートしたいっていう方は、今のうちにチャンネル登録していただけると励みになります。またこの動画を閉じる前にグッドボタンを押していただけると、私の動画更新の励みになりますので、よろしくお願いいたします。そしてこちらの SNS でも発信しておりますので、暇のある時に見てみてください。また別の動画でお会いしましょう。